This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。2月1日月曜日です。ラジオ聴きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。バンコク都庁は新型コロナチェックポイントを撤去しています。サムットサコン県の大規模野外病院が完成しました。野党が高架電車の乗車料金104バーツへの引き上げに反対を表明しています。登録すれば大麻の栽培・販売などが可能となりました。中国は輸出ドリアンにタイに WHO のガイドラインを採用するよう要請しています。それではまず初めのニュースです。バンコク都庁は新型コロナチェックポイントを撤去しています。バンコク都庁は COVID-19 新型コロナウイルスの感染状況が改善しているため、他県からバンコク都に入る幹線道路に設けられていた14カ所の健康チェックポイントを撤去しました。ソポン・バンコク都副都知事はチェックポイントは撤去されたものの、市区当局は新型コロナウイルスの感染が広がりやすいリスクが高い場所を引き続き監視する必要があると述べています。ソポン副都知事は各企業が当局の措置に従わない場合、市区事務所は警察と協力し、直ちに法的措置を講じる方針だと強調しました。新型コロナウイルスの感染再拡大を抑え込むために導入された制限措置の多くが2月1日から緩和されていますが、感染リスクの高い中部サムットサコン県やバンコク首都圏では引き続き警戒するよう当局は呼びかけています。次のニュースです。サムットサコン県の大規模野外病院が完成しました。中部サムットサコン県の渡名工場にこれまでで8番目に大きな野外病院が完成しました。この野外病院はベッド数1000床を持つ新型コロナ専用の病院となっています。渡名工場の108台およそ 17.2 ヘクタールの敷地には240床を持つ野外病院がすでに建てられています。ティラパット副県知事とスラサック副県知事は新たな野外病院の完成とともにこの病院の運営を引き継ぎました。今回敷地内に3棟目となった野外病院は8来およそ 1.2 ヘクタールの平屋建て2つの建物からなっています。ベッド数は1000床で、多くの新型コロナ患者を受け付けることができ、患者のレクリエーションスペースも設けられています。敷地内には患者の情報をデータベース化し管理する部署と、最新の衛生設備を整えた医療従事者のための部署が入る別の建物も合わせて建設されています。総額予算2200万バーツを投入し、
建設されたこの野外病院は22日間で完成しました。ヒラパッド副県知事はこの野外病院は国内最大級で患者に良質なサービスを提供できるとして完成を褒めたたえました。サムットサコン県には同様の野外病院が8カ所建設されており、積極的な検査によって見つかった新型コロナ陽性患者を隔離するのに大きく役立っています。サムットサコン県では昨年12月にミャンマー人出稼ぎ労働者の集団感染から感染再拡大を引き起こし、リスクの高い県とされています。次のニュースです。野党が高架電車の乗車料金104バーツへの引き上げに反対を表明しています。高架電車 BTS スカイトレインのグリーンラインの乗車料金の上限が2月16日から65バーツから104バーツに引き上げられる予定です。この値上げについて最大野党タイ貢献党のシリポン議員らは、タイ貢献党が政府とバンコク都庁に値上げ延期を要請したことを明らかにしました。シリポン議員は、値上げで毎日2回利用している人は乗車料金が2回で208バーツになる人もいるとして、これは国民に不利益をもたらす違法行為だと指摘し、行政裁判所へ値上げの差し止め命令を要求したと語っています。バンコク都庁は内閣の決定に基づいて運輸省からスカイトレインの値上げに関し、財務省から一定期間の債務を負担しなければならないと指示されているとし、国民に負担をかける値上げは違法だと主張しています。また値上げには一般市民の意見に耳を傾ける必要があり、バンコク都庁は他の機関が反対しているにもかかわらず値上げに踏み切ろうとしていると批判しています。行政裁判所はタイ貢献党からの要望書を受理し、問題について検討する方針です。次のニュースです。登録すれば大麻の栽培販売などが可能となりました。保健省食品医薬品局のスパトラ副事務局長によりますと、1月29日の省令発行に伴い当局に登録したものは、同日から誰もが大麻を栽培、販売、配布、所持することが可能となりました。この省令は前日にアヌティン保健大臣が承認済みです。この省令は誰もが販売、治療、教育、研究、文化などあらゆる目的のために大麻を栽培することが可能で、また大麻を使って抽出物、ハーブドリンク、化粧品、補助食品など付加価値的な商品を生産することも許可されます。次のニュースです。中国は輸出ドリアンにタイに WHO のガイドラインを採用するよう要請しています。中国はタイが WHO 世界保健機関と FAO 食糧農業機関のガイドラインを採用し、輸出ドリアンへの信頼を確立し、500億バーツの市場を維持することを進めています。農業農業協同組合所農務局ピチュート局長は、新型コロナウイルスの感染が発生すると同時に中国へドリアンの輸出に関し関連機関や中国の代表に相談しました。中国はタイにとって大きな市場であり、2001年2月から5月にかけてドリアンの輸出準備が行われています。タイのドリアン輸出市場を維持するために、タイドリアン協会のパヌザック会長は懸念事項について話し合っています。中国へのドリアンの輸出は年間500億バーツ以上となっています。ドリアン輸出の成功はドリアン農家や関連企業に勤める14万人以上の人の生活を支えています。国家農産物食品基準局は中国の関税総局の代表者と会談し、この中で中国政府は新型コロナウイルスの管理対策を強化するよう要請しました。中国は海外から輸入した商品のウイルス汚染に敏感になっています。このため製品の厳密な検査が行われ、関税から輸送、流通、販売まで温度管理を徹底し、輸送される食品については滅菌処理を講じる必要があります。中国政府は輸入製品すべてに細心の注意を払っています。
中国はタイの果物輸出管理システムが非常に効果的であり、高いレベルの安全性を維持していると高く評価しました。新型コロナウイルスの感染が確認されて以来、タイの果物のパッケージや製品でウイルス汚染が検出されたことはありません。タイは政府と民間部門が協力し、タイ製品の安全性と高品質を確保するため予防措置と徹底した管理を講じていると強調しました。東部チャンタブリー県のスティ県知事は昨日、東部とチャンタブリー県の果物が収穫され海外に売り出されようとしていることを明らかにしました。新型コロナウイルス発生時には輸出相手国との信頼を築くため次のような対策を講じました。輸出される農産物は GAP 農業生産管理基準を満たし、新型コロナウイルスに汚染されていないと証明される必要があります。毎日果樹園に入る前には検温など健康スクリーニングを受けなければなりません。果物仲卸で働くすべての労働者も検温スクリーニングを受けさせているほか、海外に送られるすべてのパッケージを滅菌しています。さらにチャンタブリー県から他の県や国に果物を輸送するすべての車両はチャンタブリー行政機関が運営する施設で消毒滅菌されています。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう、さようなら。That concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.